いねえかな。覗くだけ。ただやす。ああ、日吉のじいさんから聞いてた。ううん、ずっとその前から。ん？ずっと俺のこと。うん。はあ。目、そんな大きかったっけ？ああ、これメイクだから。なんで沢木くん帰るかな。買い物付き合ってって言ったのに。追いつくかな。追いついて何かおごらせてやる。うわ、うん、結構驚かないね。いや、頭はパニックっててわけわかんねえよ。コスロリ女だ。前会った時は分かんなかった？はい。なんだ、金とかですぐバレると思った。多分俺ってそんな器用にはできてねえんだよ。それに金で気づいても、もし間違ってたら完全に変なやつじゃん。まあこっちもいろいろ変わったし。見た。どれをかな。俺及川と約束してたんだ。そうだよ、買い物付き合ってって言った。いいよ、一人でも大丈夫だから。ダメよ、約束は守らなきゃ。行ってらっしゃい。またね、沢木くん。何してんのよ、昼間から道端で。いや、俺も何が何やら。で、何買いに行くの？これから暑くなるから部屋に敷物欲しいの。というか、話取らす前に口拭いてよね。真っ黒じゃん。いや。